はい、皆さんこんにちは、アトラントのタカです。今日はですね、煮付けです。はい、これはあの黒ソイです。黒ソイの頭があるんで身がいっぱいあるわけですよ。もったいないんでね、これ昨日カットしたんですけど、これを今からあの煮付けにします。でまずこれあのお湯が入ってます。先私はいつもちょっとお湯で洗うんですよ。お湯で洗うことによってあのアクがあまり出ない。でちょっとこうねお湯につけるんですよ。はい、まあきれいに掃除してるんでね、もうアクはあんまり出ないですね。はい、ここもちょっときれいにすると。はい、でこれ入れます。どん。はい、そしてだしが入ります。いいですか、鍋に入ってます。ここに出汁入れていきます。使う必要はないんで、もうこれぐらいでいいんですよ。あとはもうあの蒸発あの沸騰していったらどん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 あの煮詰まっていきますから。はい、でこれで火をかけますね。はい、火かかりました。ここからもう私の適当です。はい、まずこちら出汁入れます。白だし醤油です。はい、それからこういう魚はね薄口の方がいいんで薄口醤油かけます。はい、それからみりんです。これみりん調味料。はい、とそれからあと酒を入れますね。これお酒入ってます。お酒ちょっとかけます。はい、そしてあとは砂糖が、金目鯛とは違うんであのほんの少なめです。まあこんなもんですかね。これで味見ていけばいいですかね。はい、見ましょう。はい、こんな感じです。はい、これ今煮詰まっていきますからね。はい、ちょっと味を見ましょう。であとで生姜入れます。これが私のやり方。はい、ちょっと頭が今日大きいんでね大変なんですけど、はい、大丈夫ですね。美味しいですね。はい、あとまあ昆布入れる時もあります。あと生姜入れますね。刻み生姜入ります。私はたまにニンニク入れることもあります。ちょっと邪道ですけどね。はい、でこれでどん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 煮詰めていくと、例えばねこれで蓋をするとガーッと下から上がってくるわけですよ。そうなるとあのお湯にカバーされた部分も全部煮詰まっていくわけです。まあ大体これ20分ぐらいですね、あの中火で。これぐらいで20分ぐらいでいけば、はい、いい感じになっていきます。はい、ちょっと待ちください。どん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 来るわけです、こういうふうに。だからあの鍋に蓋をするんですね。でこれで20分であの美味しいものができます。はい、以上でした。